州屋の紋章、ニコロ・シャルトムスキー修道院州屋市内風景、復活制度の主脳州屋は、ロシア連邦、イバノボ州の都市で、イバノボ、キネシマに次ぐ、州内第3の都市。モスクワの北東 300km、州とイバノボの南東 32km に位置する。クリア島側の支流っザ座川が流れる。人口は62,449人。 シュウヤが記録に所出するのは1393年のことであり、元は交易の町であった。1403年以来、スーズダリクゲの暴流がこの町を支配し、シュウヤという地名から、シュイスキーという仮名を名乗るようになった。大貴族となったシュイスキー家からは後に全ロシアのツアーリも出る。1539年には、火山半国のサファい率いる軍により陥落し、 略奪された。1566年には、イヴァン・ライテの地位性で、皇帝の直轄領をプリーチ・ニナに編入されている。1722年には、ピョートロ大帝がこの地を訪れ、繊維業をこの地に起こした。19世紀には、州屋は、綿花栽培と繊維業で栄える、イヴァノボ州の中でも、綿や、天の宝石を行う工場が集積する。 繊維業の一大中心地となった。しかし、近隣のイバノボの町が急速に伸びて、ロシアの繊維業の中心都市となり、州屋の繊維業を圧倒した。ロシア革命後の1922年、ボリシェビキによる、教会財産の没収に反発した群衆が暴徒化。この結果、激怒したウラジーミル・レーニンは、教会と市民の弾圧を免命し、司教ら関係者が処刑された。 ソ連崩壊後、事件の犠牲者は名誉回復され、新知名者に劣勢されている。現在の州屋は、木綿や合成繊維などの宝石を行う工場が多い。また醸造業、建材工業なども立地する。1 2トル離れたニコロシャルトムスキー修道院は、ロシアでも最大級の大きさの修道院社会を抱えている。 この修道院は1425年に記録に書出し、1652年に建道された聖堂を、1678年に完成した食堂などがある。復活大聖堂の首道は1832年に建てられ、高さは106メートルで自立している首道としては世界一高い。ありがとうございます。